ティリー・ハク・ヨハン・セルクライエス。ヨハン・セルクライス・グラーフ・フォン・ティリー。ヨハン・ティー。サーグリーズ・グラフ・フォン・ティリー。1559年から1632年4月30日は、ブラバント公国の現在のベルギー・ブラバンワロン州出身の将、傭兵隊長。30年戦争では、バイエルン軍を率い、カトリック連盟の総司令官として、戦争序盤の主導権を握った。 経験なカトリック信徒で、甲冑をまとった、修道士と呼ばれた。1559年、ティリーは、ブラバント公国のティリー城で貴族の家系に生まれた。若い頃から強い信仰心を持ち、一度はイエズス会に入会しようとしたが、ただ祈るよりも神の敵を排除した方が良いと、居直し、剣で神に奉仕することを決意した。パルマ公。 アレッサンドロ・ファルネーゼ率いるスペイン軍に参加したのを、皮切りに雇い主を変えながら、各地を転戦、着実に軍歴を積み重ねていった。ティリーは、軍営でも敬虔な態度を崩さず、常に保護者である聖母マリアに祈りを捧げていた。その敬虔な姿から、甲冑をまとった、修道士と呼ばれるようにな。百九十八年からは、バイエルン公マクシミリアン一世に仕え、 東方から侵攻するオスマン帝国と戦った。この頃にはすでにティリーの名声は確立しており、バイエルン公も彼を高く評価して次々と昇進せた。1601年に騎兵及び、砲兵少将、1604年に騎兵大将、1605年には陸軍元帥となった。1608年、神聖ローマ帝国のプロテスタント諸公は、 プロテスタント同盟を結成した。これに対抗するため、1609年、バイエルン公を名手として、カトリック連盟が結成され、ティリーは連盟の総司令官に任命された。1618年、ボヘミアのプロテスタントが神聖ローマ皇帝顧問官を窓から放り投げる事件が発生。プラハ総外投的事件。これによって三十年戦争の第一大会である。 ボヘミア・プファルツ戦争が勃発だ。ティリーはカトリック連盟の総司令官として皇帝軍に合流、ボヘミアへの進軍を開始した。1620年11月8日、皇帝軍は白山の戦いでボヘミア軍を破り、ボヘミア王権プファルツ戦帝後、フリードリヒ五世は逃亡した。1621年、皇帝軍司令官のブコア・ハク・カレルボ・ナベントラが、 死亡し、皇帝軍司令官となったティリーは、フリードリヒ5世の本領であるプファルツへ侵攻した。プロテスタント連合軍を率いるのは、エルンストフォン・マンスフェルトとクリスティアン・フォン・ブラウンシュバイク、イコール・ボルフェン・ビュッテル、バーデン・イコール・ドゥルラハ・ヘン・キョハク、ゲオルク・フリードリヒの3名だったが、彼らは共同行動が取れず、ティリーの進軍を阻止できなかった。スペイン軍と合流した皇帝軍は、 1622年5月6日、ビンプフェンの戦いで、バーデン編強迫を破り、6月22日のヘイヒストの戦いで、マンスフェルトとブラウンシュバイクも撃破、9月19日にはハイデルベルクを占領して、プファルツを制圧した。1623年2月23日、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世は国外に、 亡命中のフリードリヒ五世から選定校の資格を没収してバイエルン校に与えた。フリードリヒ五世は領土奪還を図るが8月6日ティリーはシュタットローンの戦いでブラウンシュバイクの軍に壊滅的な打撃を与えた。この敗法を受けたフリードリヒ五世はやむなく皇帝と休戦協定を結んだ。マンスフェルトはイングランドへ亡命した。 1625年、強大化する皇帝権力に危機感を覚えたデンマーク王国が参戦を表明30年戦争の第二段階であるデンマークニーダーザクセン戦争が開始された。ティリーは引き続き皇帝軍司令官として戦争を指揮することになったが兵力が不足していたためフェルディナント二世に軍の増強を要請した。資金難に陥っていた。 フェルディナント二世は難色を示したが、この時、アルブレヒト・フォン・バレンシュタインが兵力の提供を申し出た。バレンシュタインの動員した軍は2万を超え、さらに時を追うごとに増員していった。これによって戦況は皇帝軍優位に傾いた。1626年4月25日、バレンシュタイン率いる皇帝軍はデッサウの戦いでマンスフェルト率いるプロテスタント連合軍を破った。 同年8月26日、続いてティリーがルッターの戦いで、デンマーク軍に滅的な打撃を与えた。デンマーク王クリスティアン四世は本国に逃亡した。その後、戦力を再編して、再びドイツに侵攻したが、ボルガスとの戦いでまたもバレンシュタインに敗北。1629年にデンマークと神聖ローマ帝国の間に休戦条約が結ばれた、リューベックの和約。 1630年7月、グスタフ2世やドルフ率いるスウェーデン軍がドイツに上陸。30年戦争は第3段階のスウェーデン戦争に突入した。同年6月のレーゲンスブルクにおける先抵抗会議の結果、8月にバレンシュタインが罷免され、皇帝軍の指揮権は再びティリーが一手に握ることになった。11月、ティリーはスウェーデンに味方した犯罪同盟の都市。 マクデブルクを包囲した。包囲戦は半年にわたり、1631年5月20日、ユリウス歴10日、マクデブルクは抵抗の末に陥落した。陥落と同時に、兵士たちが市街に流れ込み、町は徹底した略奪と焼き討ちにさらされた。マクデブルクは3日間にわたって炎上し続け、生き残った市民は3万人のうちわずかに5000人とされている。 生存者の大半は兵士に捕らえられた女性であり、性的領辱の対象となった。ティリーはフェルディナント二世にこう書き送っている。マクデブルク合略、あるいはマクデブルクの惨劇などと呼ばれる、この事件がもたらした政治的ダメージは深刻であった。皇帝に対するプロテスタントの怒りは頂点に達し、ドイツ北部ではスウェーデン軍が強権支配からの解放軍として、 頑固を持って迎えられた。それまで曖昧な態度を取り続けていたザクセン、センイコー、ヨハンゲオルク一世、ブランデンブルクセンイコー、ゲオルクビルヘルムもスウェーデン軍と同盟を結んだ。また、諸外国も皇帝に対して、非難を隠さなかった。ティリー自身にとっても、それまで積み上げてきた名声を失墜させ、悪名を後世に残すことになった。1631年7月、 深刻な食糧不足に陥った皇帝軍は食糧を求めてザクセンへ進行し9月にザクセンの中心都市であるライプツヒを陥落させたこれに対しザクセン軍と合流したスウェーデン軍は決戦を挑むべくライプツヒへ向かっていた1631年9月17日ユリウスきなのかライプツヒ北方の小村ブライテンフェルト付近でティリー率いる 皇帝軍に約3万3千位と、グスタフ2世やドルフ率いるスウェーデンザクセン連合軍、約4万が開戦したブライテンフェルトの戦い。皇帝軍はテルシオと呼ばれる戦闘体系を組んだ。一方、スウェーデン軍は部隊を旅館ごとに分ける新編成を取っていた。また、大砲の数も多く、火力で皇帝軍に優越していた。 戦闘は2時間にわたる砲戦で始まった。序盤でティリーは、ザクセン軍を敗退させることに成功し、続いて、スウェーデン軍の左翼を側面攻撃しようとした。これに対し、グスタフ二世やドルフは、予備の部隊を投入して、戦線を維持するとともに、皇帝軍に合わせて、不評戦列を旋回させた。これは、従来のドンジューナテル潮では、 困難な軌道であり、柔軟な部隊運動の可能なスウェーデン軍だからこそ、取れた戦術であった。間もなく、スウェーデン軍は、優勢な火力で、皇帝軍の戦列を破砕し、これを敗退せしめた。戦後、ティリーの手元に残った兵力はわずか6000名前後で、あり、一方の連合軍の損害は3000名程度に、過ぎなかった。皇帝軍の損害は甚大なものであり、 1> 約一万三千名が死傷し、残余はスウェーデン軍に雇われた。このブライテンフェルトの戦いは、反皇帝勢力にとっては、初めての大きな勝利であった。ブライテンフェルトの戦いの後、ティリーの軍隊は本領であるバイエルンまで後退した。グスタフ二世アドルフは、ドイツ中部を制圧した後バイエルンに進攻、レヒ川を挟んで、ティリー軍と対峙した、レヒ川の戦い。 1632年4月15日、ユリウス歴5日、グスタフ2世アドルフは攻撃を命令した。両軍が砲火をかわす中、スウェーデン軍の精鋭が強硬とかをして、強盗法を獲得した。続けて、スウェーデン軍本体もとかを終え、皇帝軍に攻撃を加えた。ティリーは戦闘序盤で、スウェーデン軍の砲撃によって負傷し、後方に運ばれていた。 式はが引き継いだが、間もなく彼も負傷した。相次ぐ高級将校の負傷によって、式系統に乱れが生じ、やむなく、バイエルン・コーマクシメリアン一世は、撤退を開始させた。ティリーは、インゴルシュタットに運ばれたが、その傷は重く、破傷風を併発し、回復の見込みはなかった。フェルディナント二世は、やむなく一度は罷免したバレンシュタインに再就任を、要請した。 病床でこの一報を聞いたティリーは、バレンシュタインに幸運を祈る手紙を送り、さらに自軍の古参兵に6千ターラーを送るという遺言書をしたためた後、4月30日に74歳で死去した。最後の言葉はレーゲンスブルクだったと伝えられている。レーゲンスブルクは帝国防衛にとって重要な軍事拠点であり、ティリーは最後まで防衛のことを考えていたのである。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。